から私のお部屋紹介をしていきます。ドレッサーから紹介します。で、このドレッサーと、このイーストマット、髪の毛イーストマットはIKEA で買いました。このリップをのせてるこの台は結構前にフランフランで買いました。で、この上には適当にリップのせてて、ほとんど友達とか人からプレゼントしてもらったものが多いです。これもこれもあとこれとか、ここにもあるこれとか、これとか、これとか、見てたらありがとうみんな。めっちゃ使ってます。ちょっとだけ見せよう。マリナのお気に入りの、あ、これちゃうわ。あ、ちょっと気づいてる。これはお気に入りです。今日塗ってるのはこれです。隣のこれはどこで買ったんやろ、なんか100均とかな気がします。結構前からあって、中は何、ピンとニキビパッチ、謎の組み合わせや。はい、次、これ、この上に乗ってるこれは結構前にお母さんにプレゼントしてもらった石鹸、いい匂い、そう、石鹸です。でもあんまり使うことないからここに置いてます。で、これはここにも書いてるけど、コットン、コットンです。ここは綿棒、化粧ブラシとかメイクアップツールが刺さってます。ブラシは、暗視ブラシを多く使ってます。100均で買ったやつもあるし、これとかは 3C で、これはイニスフリーです。これはシャネル。ここはアクセサリーがおります。このピアスイヤリングスタンドみたいな、これは普通にセリアかな、100均で売ってます。ここはまあ、まごましたピンとか、こまごましたものが入ってます。ここは基礎化粧品っていうのかな、の保湿系、シカペアクリーム、ニベアとかリップクリームとか、これは化粧水です。反対側にももう一個あって、ここはほとんどアイシャドウ、この辺は全部単色アイシャドウで、アイシャドウパレットとちょっとだけチーク入ってます。ここも引き出しなんですけど、よいしょ、開けたらこんな感じです。左から目元関係、眉毛関係のものと、こっちは下地とかコンシーラーとかベースメイクのちょっと細長いやつで、ここはまあ基本的にベースメイク、ファンデーションとかハイライトとかで、ちょっとビューラーだけ折ります。で、こっちは髪の毛、クッシュとコテとかです。以上、ドレッサー周りでした。回り右すると全身鏡 で、横にはストレッチポールとヨガマットと、なんていうんやっけこれ、ローラー合ってるかなです。で、基本ヨガマットずっと敷いてるけど、ちょっと今日は巻いてます。バランスボールです。これもう最近もうめっちゃ動くから、いや、なんか置いとくやつ買おうと思います。
ここは勉強机です。まずこれ、このお花はフランフランで、この金のフレームはイケアで買いました。で、なんか絵とかめっちゃ好きやから買って貼ろうと思ってたんですけど、全然まだ行動に移せてなくて、で生徒が描いてくれたこの可愛い絵だけ飾ってます。で、まあ基本勉強する時とか作業する時はこの机で、これがペン立てです。透明のペン立ては無印で買いました。この木のフレームの下に引っ掛けるとこあるから、イヤホンとメモ帳やけど、なんこれ、なんやろ、6対11対17だそうです。で、この辺はまあ適当に本が置いてて、ティッシュと iPad です。ずっと前から折るクッションなんか可愛い今休校中で教科書が家にいっぱいあるんで、それをこの白いボックスの中にぶち込んでるんですけど、それをパソコンケースでカバーするっていう荒技です。ベッドサイドのテーブルは、これはドライフラワー、ちょっと前にお父さんに買ってもらいました。かわいい。で、ベビーオイルと、あとはパソコンです。ここを開けると充電器と、これは日記ですね、ちょっと汚れちゃってるけど、あとはホットアイマスク、ワセリン、ボディミルクとか、何っけこれ、足の間開けるやつと、カッサーとか入っております。で、ベッド、この模様お気に入りです。なんかわかるかな、海底、海底都市模様、フランフランで買いました。で、ここはパンぬいぐるみと枕クッションです。この3つはフランフランで買って、で一時このクッションを枕代わりにしてたら、私の寝相のせいで羽がめっちゃちぎれて、めっちゃハゲみたいになってる、かわいそうなんでちょっと隠してますで、これが枕で、かわいいね、ディズニーシーの方々と。これは中国のダンスのイベントで優勝した時にもらった景品のうちの一つなんですけど、現地のね、現地の子供にあげようと思ったんですけど、ずっと抱えて歩いてたらなんか愛着湧いてしまって連れて帰ってきました。名前は水尾です。え、ほんまにこのネーミングセンスだけはどうにかしたい、水尾です。次、お花みたいな、このライト結構好評なんですけど、これは、これも IKEA で買いました。これもともと全部平らな紙で、私が一生懸命くねくねさせてこの形になっております。このライトの私が気に入ってるところなんですけど、なんか電気を消した時にいい感じに光が若干残るのが好きやねんな。ちょっとやってみます。え、わかる、これ、これわかる、もう一回、そう、この若干ホワーンって残る感じが好きです。じゃ、こんな感じです。うまく説明できたかはちょっとわからないですけど、私のお部屋紹介でした。チャンネル登録とインスタのフォローよろしくお願いします。ではまた。